はーい、おはようございます。3年目の冬5日金曜日午前6時ですね。今日も一日頑張りましょう。今日は特に何もない日ですね。了解了解。明日の天気予報は晴れます。今日の内情報は少しだけ運勢がいいでしょう。夏おはよう。水あげて、ツナはきっと起きてないからちょっと無視しちゃって、ペニーおはよう。ご飯食べさせた。ツナ寝とるが。さあ今日のイリジウム6個。あ、いいねいいね。エミリーからウニくれ喜ぶかウニ。どうなんだろうね。まあでも、まあ高いし、まあ水あげて。そして今日のコーヒー一杯目。ごくりんちょ。おはよう、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 卵、おはよう。アヒル、卵、卵、おはよう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 、おはよう、卵どっか取った今。おはよう、おはよう、エサエサホイササ、おはよう、おはよう。先にちょっとマヨネーズやっちゃいますかね。マヨネーズ、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 マヨネーズからの、納品、納品。あ、ジャムも持ってた。ジャム納品。おはよう、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 おはよう。回収、回収。7個ちょうどできなそうなんで、これとこれを回収して、チーズ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 、とやって、この中に入れちゃっぱ、ちょ、ぽっぽっ。ポンポン、こんな感じに入れちゃいましょう。さあ今日はこれは9個の日じゃなくて11個の日ですね。はい、予想通り。今日は青ですね。お、珍しい青スライム。回収、水あげてと。はい、オッケー。ふーちゃんおはよう。水あげて。夏が仁王立ち。あ、親子みたい。あ、親子だわさあ今日もないですが、ここ銀色になったね。あ、もうそんな時間経ったんだね。早っ。え、またブルーベリーとかブラックベリーとか入れてないかな。大丈夫かなまた変なの入れてたらちょっと悲しいんだけどね。てかまだ9時なんだけど、やばい。エサエサホイサさ。先にじゃあ今日の納品やっちゃいますかね。今日の納品はタンポポですね。タンポポタンポポタンポポ。回収しちゃって、先にやっちゃおうって言ったけども、ちょっと先こっちやった方がいいよ多分ね。エサエサホイサさからの今日のコーヒー2杯目。あー、超流木、流木、流木、流木。イリジウム、鉄鉱石、鉄鉱石、鉄鉱石。うるさくない。ちなみにね、木はね、買うのが手っ取り早いみたいですねそんなに高くないから買っちゃった方が、まあ、手っ取り早い的な感じのことがあるっぽいですね。なんで買っていこうかな今後は。まあ凝り終わったらだけどね。凝り終わったら買っていく的な感じにしていこうかなと思います。ってことで今日の納品はタンポポ。はい、オッケー。うるうる。さあ今日金曜日だからね、行走に行きますかね。行走行ってぐるっと回りつつ、木を凝りつつ的な感じ。一回右回ってからでもいいのかな。先右回ってからでも大丈夫そうだね。先こっち側のやつを終わらせてから行商の方行きましょう。気づけばもう30万持ってんだね。すごいな。5日で30万だよ。つまりはね、やばやば。同行席45個。 OKOK、OK OK、今日行くかな、明日かな。多分明日行くと思うから、その帰りにね、酒場寄って。もう最近全然酒場顔出してないからね。マックスまで行っちゃったからさ、ハートがね。あ、そっか、花束渡して二股三股ジョーダンズ的な、そういった感じのこともやるのも愛だね。ついでに夏のやつがここも上がってますね。この間これ何なんだろうねシェーンとリアの間に一応あるんだ、ハートが。内部的にはあるけども、見た目的にはハチマデ的な、そういうのがあるのかもしれないね、もしかしたら。ってことで、パムおはよう。フルショが大好き。せやで、胡椒いいことだよ。せやな、パムに似てなくてよかった。めっちゃ見てた今聞こえてたか。よいしょ、ニョロモからのヒイラギ。そして今日の石切り場、石からの石炭。あ、いいね。あ、そして鉄鉱石もあるけども2個だけ、寂しい。おおおお、出来上がってる。松屋にと、なんだこれ、 OHOL の嵐か取れないんだけどこれね。よいしょ、多くの樹脂、多くの樹脂。いいねいいね。さあ今日のやつは、あ、あれ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 、冬って売ってなかったっけ。冬売ってないんだ。春秋じゃなくて春夏なんだね。はーい、わかりました。ちょっと寂しい。じゃあ金曜日と日曜日に行走行く必要もないっていう、そういうことだよね。まあそしたらニョロも取っちゃって、じゃあまあ今日のやつ、今日はあれだよね、繊維も取りいかんとかもんで、あんまりここで油を売ってる場合じゃないんだよね。ちょこっとだけ取っていきましょう。ってことで今日の聞こえタイム、クロッカス、クロッカス、クリスタルフルーツ。油を売ってる場合じゃないって言ったけど、まだ午後1時なんだよねむしろ油を売るほどの時間があるっていうね。
あ、今日の納品全部終わったら今日のボロシアでもやっていこうかね。今日のバラシア、多分バラシアも結構たくさん増えてると思うからね、一個ずつ回収して的な感じのことをやればネタになる。あ、なんかやってないなと思ったら今日のカニカゴタイムやってなかったんや、そういえばね。だから時間が若干余ってたのか。さあ、まあここら辺まで凝ったんで、そしたらこっち側から下水道に行って、ワープして、うわおマジか、こんな持ち物いっぱいか。まあ樹脂液はいらないよね。樹液いらないし、ミックスシードもいらない。よし、これでいきましょう。からの今日のコーヒー3杯目ごくりんちゃん。クロバス、おはよう。話してくれない？イージームセープスプリンクラー、もらい。松ぼつくりもいらないか。これ松ぼつくりも、捨てちゃいましょう。そして、今日の繊維の日。おー、秘密のメモが出たけども、持てない。くはいらない。秘密のメモ。ごきげんよう、双葉。薄暗いトンネルの中で私の秘密をもう見つけたかな？直に会うのを楽しみにしているよ。見つけちゃった。そういう情報も手に入ったのか。この情報もね、たまたま見つけた感じだと思うんでね。いや、いろいろちょっと待つべきだったね、これね。ちなみにこの秘密のメモはね、1.3 からのやつなんで、多分動画を始めた頃にはこれなかったんだよね。1.4 とか 1.5 とかのアップデート入ったらもっといろいろできんのかね。楽しみだね、これね。まあ、さらに秘密のメモが出た。めちゃくちゃ出るんだが、これ。ちょっと待って、一回倒しておきたい。あ、体力がものすごく減っている。じゃったら、クリスタルフルーツを食べちゃいましょう。クリスタルフルーツいただきます。あー、うん、めー、回復すげー。スタードロップ酒場の限定メニュー。ルイス長女、秋の恵み。ムーニーはパンプキンパイ。ディメトリウスは豆のシチュー。キャロラインはフィッシュタコス。彼女はソース3杯がお好み。ナプピンは多めに渡すべし。そんな秘密のメモ、なんでこの子が持ってんだ。さあ、今日は繊維60個ですね。いい日だ。そしたら、これを使います。パシューン。これ回収。からの今日のコーヒー4杯目ごくりんちょう。今日のスーパーの前にウィリー何してんの？魚食いつきを本当によくしたいなら辻江さんに野草をつけておく。3年経ってるで。ってことで今日のスーパーカニタコタイム。カニは2匹でした。いやー、持ち物いっぱいか。ちょっとサンゴとか回収したいな。今日はあんまり持って帰らずに行こうかな。カニは持って帰ろう。やばい、カニを持って帰ると何も持てなくなっちゃう。あれ、マジか。どうしようかな。ミックスシードとかこれいらないね。まあ、あとはヒイラギもいらないね。よし、これで大丈夫そうだ。ニョロモは絶対欲しいも手に入んない。あ、でも秘密のメモかもしれない。あ、いらねー。あー、食べましょう。スノーヤム。あー、海。サンゴ、サンゴ、サンゴ。帰りまーす。いや、もう帰還の杖やばい。毎回言うかもしれない。帰還の杖やばいってね。使った日毎回言うかもしれない。あー、ペニーが出来上がってるけども、ちょっと待ってね。ペニーこれ回収したら、じゃあこのタイミングでちょっと冷やしマンモスするか。回収回収。それ用の場所も作りたいな、やっぱ。ロビンとこ行くか、明日覚えてたら。絶対忘れてそうだけども。とりあえず今回は6個だけ作って、あそこを埋めて完成的な感じにしていこうかな。ってことで、結晶コピーマシーン1個、2個、3個、4個、5個、6個、よー、やばいぞこれは。そして1個、2個、3個、4個、5個、うおー、完成しました。ここはなんだ、ここだけ1個開いちゃってるね。まあいいや。あ、作っただけ満足してた今。違う違う違う。ダイヤモンド、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 ポポポポ。いいですね。ちなみに宝箱ちょっと使い道わかんなかった。売れば高いとかだと思うけどね。ちょっと売ったらもったいないのでね、ここに入れておこうかなと思います。さあ、そしてコーヒー消えちゃったんで、まあ今使うのはあれかもしんないけども、一応今日のコーヒー5杯目ごくりんちょう。めそしてこれ1個はちょっと後ろにちょっと見えないとこにあったね。これ、ね、目の前のとここれ外しちゃおうかね。これのせいで見えなくなっちゃってるから、よいしょ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 、あーよいしょ、あー落ちたけどもいいや。てことで今日の固い木、おまたもや秘密のメモですね。見ていきましょう。もうこれがなんだかわかんないし、これもなんだかわかんないんだけど、ちょっとよくわかんないけども、ちょっと調べてみようかな。全然わかんねえや、これは。さあ、そして、マッシュ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 、紫キノコアミガサタケ。
ぬのぬの。そう、9時40分ですね。ペニーお疲れ様。ジャスト・ヴィンセントの話、チュ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 。あ、もう寝る前にチューできる方がやっぱいいよね。やっぱね。やっぱだよね。ふーちゃんお疲れ様。ってことで、10時ぴったりですね。寝ましょう。おやすみなさい。さあ、今日の納品、お、1万超えしましたっけ？何入れたっけ？古代のフルーツジャム入れたんだっけ？そっかそっかそっか。なるほどね。ってことで、また明日も頑張りましょう。はーい、おはようございます。3年目の冬の6日土曜日午前6時ですね。今日も一日頑張りましょう。今日も特に何もない日ですね。明日はキャロラインの誕生日です。明日の天気予報は積雪が予想されます。そして今日の占い情報は私次第です。了解しました。水あげて。夏がめちゃくちゃ遠くにいる。夏おはよう。何見てんのこのとこでね。そしてツナもおはよう。ペニーなんかこっち来たぞ。ペニーおはよう。ツナが またですか。ペニーこの後どうすんの。こっち行くのかな。こっち行くのかな。あ、こっち行くんだ。あ、なるほどね。なんでそんな、クリスマスですか。そろそろわかんないや。そしたら今日のコーヒー一杯目、極人町うめー。さあ今日のイニチウムは7個ですね。いいですね。だんだん増えてってる。素晴らしい。ライナスが誕生日は分かんなかったけどね、刺身くれた、ありがとう。まあ、ただちょっと持ち物を圧迫しちゃうだけだなってことで水あげて。アヒルおはよう。卵卵おはよう。おはようおはよう。卵卵おはよう。おはようおはよう。卵おはようおはよう。卵卵おはよう。おはようおはようおはよう。エサエサホイサッサ。おはよう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 。さあ、7個にはできるかな？あ、できそうですね。これで7個。チーズ、チーズ、チーズ、チーズ。チーズ、チーズ、チーズ。うる、うる。マヨネーズ、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 マヨネーズ。納品、納品、納品、納品。刺身もの。安かった気がするな、刺身。まあ、納品しちゃいましょう。食べないどうせ。さあ、今日はなんもない日ですね。寂しい日だ。そして今日はスライムが85個あるからね、いけそうですね。よいしょ。じゃあちょっとスライム入れといてと。水あげて。ふーちゃんおはよう。水あげてからの今日のコーヒー2杯目。あー、極人町。さあ、ワインはどうかな。あ、まだか。これが出来上がればね、一回こっちに来るのがもういらなくなるからね。その分時間ができるから、だいぶ時間の余裕ができるからね。さあ、そして今日の納品は、パースニップやってるね。洞窟人参だ。洞窟人参納品したことないんだね。了解了解。エサエサホイサッサ。新聞紙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 。イリジウム。鉄鉱石鉄鉱石鉄鉱石。うるさくない。そしたら洞窟人参105個あるけども、まあ半分でいいかな。半分だけ。あ、やっぱシフト右クリックは半分なんだね。これも変えたら25個なのか。あー、なるほどね。すごーい。今日の納品、てれれれれれれ、洞窟人参ボコン。これで洞窟人参が、あ、そうか、今日はまだ納品してないので明日か。なるほどね。でも全部さ、シルエットでわかりそうだよね。これなんだ？これでもイリジウム。これなんだ？あ、太陽の、あ、はいはい。闇の結晶と太陽の結晶かな、多分。シルエットでわかりそう。もう私、マスターかもしれない。待って。あ、スタッフーツか、これ。なんだ？ドロップの方かと思った。海に行きます。はい、海行きました。牡蠣食べて。今日のスーパーカニカゴタイム。カニが1個でしたね。これだけだった。サンゴは落ちてるね。じゃあサンゴを回収回収。ウニとか落ちてるけど、ちょっと持ち物がいっぱいなんでね、帰りましょう。帰ります。サンゴがようやく9個集まってますね。まあでも9個集まってる間に、多分これワープとっても3個だか4個ぐらいしか使ってないもんで、どん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 増えていく的な感じでいいのかな。その間に繊維も多分60個とか集まってるからね。いや、かなりいいムーブを発見してしまったかもしれない。今日のコーヒー3杯目。あー、極人町。今日はね、クリントのクエストがあるからね、洞窟潜ってね、いろいろやっていきましょうかね。今日もクエストありますね。今日のクエストなんですか。パーチを4匹ウィリー。パーチを釣る方だもんな、これな。パーチ4匹は多分やらないんじゃないかなって。ウィリーはもう無理なんだ、言い過ぎなんだよね。そのクエストは無理なんだ。クリスタルフルーツ。ファームおはよう。川のそばに住んでるから、ついでも始めようかしら。いいんじゃない？ニョロも。ってことで、今日の石切り場、銅鉱石。石？
石？石？持ち物は、あ、まあ結構いっぱいじゃなくて、いっぱい、空きがあるね。じゃあちょっと鉱山行きますか。とりあえず銅鉱石、銅鉱石？真っ黒っぽいですけど銅鉱石は一緒にできないな。まあしょうがない。じゃあ銅鉱石先行きましょう。全然ないんだけど銅鉱石。どういうことなの？どうなだけに。あー、ご飯じゃなくてコーヒー消えた。今日のコーヒー、4杯目。あー、うめ。銅鉱石。お、いいね。銅鉱石、銅鉱石。左の方にもたくさんある。これは素晴らしいですね。誰だ君は。これいけるかな？銅鉱石、銅鉱石。銅鉱石？銅鉱石。あー、いけないかな、まだ。さすがにちょっと甘かったかな。銅鉱、ドドドドド、銅鉱石。言うてあと10個ぐらいじゃない多分。採取12個だね。オッケーオッケー。洞窟探検はね、繊維もついでに回収できるからいいよね、やっぱね。でもそのうち、繊維もいらなくなるんだろうな。すべてがこう、杖とオベリスクですべてが移動が賄えるようになって、ディープインパクトもいらねえ的な感じになっちゃうんだろうね。何年ぐらいでそれなるかな。おいしょい。楽しみですな、ピコーン。よし、じゃあとりあえず、ここら辺のやつ全部掘り終わったら、一回上に戻って、まだ言うて3時だから、7時ぐらいまでいて、酒場に行って、うんたらかんたらして的な感じにしていこうかな。そして、秘密のミンモムドボン。サムの祝日お買い物リスト。みんなの好み。セバスちゃん、あ、セバスちゃんか、そっか。セバスって、なんでペニー入ってんの？なんでみんなの、好みの中にペニーが入ってんだ、これちょっとサム。セバスちゃん男、ヴィンセント男、親父、お袋はいいとして、なんでペニーが入ってんの？おかしいでしょこれね。俺サボテンメープルバーピザ知らねからの今日のコーヒー5杯目国林町。うー、そしたらついでにね、真っ黒小屋倒していくので、ヌスッとの指輪をつけてと、バシュコンバシュコンバシュコン。いやー、やっぱヌスッとの指輪に限りますな。どこ行くねん。6時ぐらいまでここ行って、その後に酒場に行ってクリントンにプレゼントして的な感じでやっていこうかな。まあ銅鉱石出るんだ普通にね。まあ出にくいとは思うけど多分ね。うわー、めちゃくちゃ左にいる。そしてなんか落としたけど、なんか変なぐる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 なった。日よけ魚だ。よいしょ。やばい、18個ですって。すごい。あー、ここ取れたらいいのにね。これね、なんでこれ取れないんだろうね。超欲しい。あー、6時になっちゃう。6時になっちゃった。でもちょっと20個欲しいなー。1回で20個。あー、階段できてたのに気づかんかった。あ、いいねいいね。これは20個いきますね。はい、20個。さらに、23個かな？オッケー。まだ7時だから、多分これ移動してる最中だよね、クリちゃん。あ、うん、どうだろう？ 7 時ってどうだっけ？あ、やっぱそうだよね。まあいいや。M におはよう。クリントがいつも来るけど、誰とも話さないの。ただ壁底にチラ見してくるだけ。ムニのことじゃないで。ケントおはよう。なかなか熱くれない。あ、そうなんだ。あんたなら分かってくれるだろ？もうちょっと分かんないや。リアおはよう。なんかお話したことあるのかしら？いや、特にないけどね。パムおはよう。返事がないようだ。怒っていらっしゃる。ガスおはよう。エミリーおはよう。豆のホットポットの使い方知ってる？シェーンおはよう。で、クリントが、あれ？ウィリーだ。ウィリーおはよう。うん。俺たちと全く違う人もいる。せやで。待って待って待って。クリントがいねえぞ、クリント。待って、クリント。はい。お疲れ。うん、ありがとうありがとう。はい、オッケー。なんかエキサイティングなことをやるには年を取りすぎた。いやいやいや。クリント何歳なんだろうね、言うてね。何かを始めるにはね、遅すぎる的なことはないってね。ツイッターで誰か言ってたからね。きっと大丈夫。知らんけど。セブお疲れ。冬は好きだけど動物が寒顔を見るのを気のどこに思える。動物はでも毛皮的なものがあるから多分そこまで寒くないと思うけど、どうなんだろうね。クタバさん、いつも私に優しいんだね。せやで。ジャスだからね。お父さん帰ってきたけどなんか変。一体どうしたんだろう。ビンセントがこう、お父さんまだ帰ってこないんだってのを定期的に言うもんでたと思う、多分。それそんなん聞いたらお父さんもおかしくなっちゃうよ、そりゃね。ってことで今日は、石炭23個、鉄鉱石9個、銅鉱石64個。すごいね。さあ、石が2000個集まりましたね。そうそう、石を使った新しいものも作っていきたいね。まあ、何があるか全然わかってないけど。ああ、そしてなんか、中途半端なタイミングでジャムが出来上がってますね。できてたのかな、それとも今日というか、今日だね。どうなんだろう。ジャム早えな。めっちゃ早くできんじゃん、ジャム。ほほほい、ほい。ジャムってこれなんだっけ、保存じゃ。木材、石、石炭。石炭は今いっぱい集めてる最中だから、ワンちゃんこれこのタイミングでジャムちょっと作っちゃいますかね。5個ぐらい作っちゃおうかな、それじゃ。保存じゃ、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 保存じゃ。ジャム入れて、保存じゃ、保存じゃ、保存じゃ。あ、ちょうど5個です。素晴らしい。ジャム入れてと、はーい、いいですな。メープルシロップ、メープルシロップからの今日の固い木。
まーっと秘密のメモが手に入ったベベボン、アビゲイルの日記の1ページ。なんでそのものが好きなこと、カボチャの掘り物の匂い、アメジストを枕の下に入れておくこと、チョコレートケーキ、ピーカラのうなぎのシェーキ、ママのブラックベリーパイ。おー、アメジストを枕の下に入れておくこと好きなんだね。どういうことかね。さあ、紫キノコ、赤キノコ、マッシュルーム、アミガサ酒、マッシュルーム、赤キノコ。なんか今日なんだかんだ10時50分、結構進んでる、遅くなってるね。よいしょ、ぬの。まあでもこれぐらい遅いのがちょうどいいような感じもするけどね。あんま早く買いすぎてもなんかもったいない的な、そういう気持ちになっちゃうからね。そうってことで、ただいまペンに、今日も一日お疲れ様。あなた穏やかな、めっちゃ誘ってくるんだけど、子供が生まれないと分かった瞬間めっちゃ誘ってくる。そして夏がなんか行儀正しい。おやすみなさい。さあ今日は、あでもそんなにの古代のフルーツジャムって1万しか入ってない。7個で1万、あ別にそんな高い的なわけじゃないんだね。はい、ということで1万8000ですね。また明日も頑張りましょう。